今回はローテーションでロイヤルを使っていくぜ。あら珍しい。あんたがローテのカードプールだけで作れるデッキ使うなんてね。実は、とんでもない最強デッキを作っちまってな。嘘をつくな。なんだと、それはこの動画を見てから言ってもらおうか。ココスの変な奴が明らかにおかしいんだよな。過去を背負い、未来を掴む。指導展開。レビールの旋風環境になってしばらく、そろそろ環境は落ち着いてきたか？まだいろんなデッキがバランスよく生息してる感じよ。環境序盤は安定して強いロイヤル、順調に強化され続けているネメシス、急にティア1に殴り込んできたビショップ、上振れ最強ネクロに地雷ドラゴン、これ以外のクラスも一定の人権は確保してるっぽい。守護ビショってあれなんで一気に上位層に行けたんだ？新レジェのアンベルトが序盤に置けた時メントリが圧倒的なのと、ホーリーエンチャンターがドロソとして破格の性能だったのはあるんじゃない？まあ守護ビショはもっと日が進むと次第に沈んでいきそうだな。一方確実にパワーが上がっていくエイフネメシス。ここ最近のエイフ強化は単体のパワーが異様に高いせいでかなり安定性のあるデッキになった。それでも新カードほぼ入れてないアンリミエイフの方が強いという。どんだけアンリミヤバいんだ。ここ数日でコントロールネメシスってのも出てきたな。多分対面のネメがラグナーウェイク OTK なんだろう。診断以降は盤面で戦うデッキが増えたよね。盤面で戦うデッキに強いのがネクロ。ネクロもいろんなデッキタイプあるけど、トリニティモンスターズのコントロール性能はかなり厄介。レイドウ OTK とかいう恐ろしいタイプはともかく、本体のネクロマンスでコピーが枠効果は盤面に与える影響がでかい。7ターントリニティモンスターズネクロマンスシングレモリーの PP 回復経由、そうそうデッドメタルスターフェイタルオーダーの盤面返せるデッキあるか。加速解放 AF なら全面処理したついでに OTK してる。解放はアンリミにお帰りください。綺麗に返せそうなのはロイヤルかな。アルヤスか進化で加わるターミナルウェポンなら守護裏でも破壊。新レジェのナハトナハトもタイラントオーダーが確定除去。進化軸で堕落の決意採用型なら実質1コス確定除去と破壊手段に困らなくなったよね。ここのゲルト特攻はキラリン V されたくなかったから先に割っておいたぞ。診断でどんなデッキとも互角以上に戦えるロイヤルらしいデッキになった。でもストーリーレジェのバニバロ入りが少ないのは寂しい。操縦とは何だったのか。操縦はそのうちネタデッキに組み込むから。相手はエミリアを除去してターン終了。やっぱこのエミリアってカード便利すぎる。今のロイヤルの強さ半分くらいこいつだわ。名前の異なるフォロワーにマイサーチ、エンハンス7で無料進化とダメージバリア、進化時ターン終了まで兵士フォロワー1体をコストマイナス3するって、どのタイミングで投げても絶対仕事するとんでも性能。もともとロイヤルってそういうカードが多いわよね。それにしたってエミリアは便利すぎる。あれ影光って自分のターンで破壊されないとラスは発動しないよね。2体目の影光投げる必要あった。先に言っておくがこれはただのネタデッキだ。当然ガチデッキとはプレイングが異なる。普通に勝てばいいってもんじゃない。むしろ普通に勝ったら負けまである。1秒で矛盾するな。このデッキは星明かりをコンボ前に出す都合でハンドが膨れ上がる。その時増やしたカードをストックする枠がないとコンボパーツが燃えるんだよ。さらに最終盤面で必要なキーカードもデッキから引くことになる。だからいらないカードを雑に投げたってわけか。そして何より大切なことは、普通に相手に死なれたら困る。そりゃ実況者なんだからコンボ決めないとお話にならないわよ。フォロワービートダウンで単純に勝ちましたなんて許されるわけないだろ。勝てばいいじゃん。相手には悪いが私とマッチした以上きっちりコンボで死んでもらう。オルオン降臨。エンハンス7の暴走戦車だ。そして即座に撤退。せっかく出したのに自分で消すのか。これで仕込みは完了。あとはトップから引いてくるだけだ。確かにハンド上限になってるわね。次のトップ燃えるわよ。次のトップでオルオン燃えたらルナの負けだよ。ねえ、なんでせっかくの暴走オルオン撤退させたの？そもそも撤退ってどんな効果だったっけ？劇的な撤退は1コススペルで、自分のフォロワー1体を選択して消滅させた後、それと同盟フォロワーを0コスにしてデッキに加えてからにドローする。0コスにするってもう悪さしかしない予感。そうそうララコンボ知ってる人なら誰でも抜刀撤退王城まで思いつく親切設計。レビールの旋風最初の動画撤退レオニダスか両国アッキレンダか迷ったけど、王城持ってなかったのとハンデス死体欲が勝ってやめた。ハンデス死体欲とかいう7つの大罪捨てろ。そんな撤退を使って暴走オルオンをゼロコスにしてから分身の術で量産してしまおうってのが今回のコンセプトだぜ。そのために分身の術を分身させないといけない面倒くささ。ちなみにプレリ期間中撤退当てたらこれを動画化する予定だった。結局1枚しか引けなくておとなしくなんちゃってアグロネクロになったぜ。これってアンリミでやった方が簡単じゃない？コンボパーツ的にアンリミならオルオン確定サーチ型のデッキにすることができる。盤面の枠取っちゃう王城とは相性悪いにしても、疾患サーチの優雅なおもてなしでオルオン確定、エミリアと疾患サーチ兵士でループ3個スイルミスなでスペルサーチとコンボパーツは格段に集めやすい。そんなの絶対アンリミでやるべきじゃん。落ち着いて冷静に考えてほしい。1個コス払って星明かり8コスでエンハンスオルオン撤退。そこまで耐えられると思うか。いくら相手が事故ってもアンリミ8ターン目はもう爆発してるって。絶対どんなに上手に延命しても
オルオンワンパン圏内に入ったら終わりなんだから。ハイパー高速環境じゃこんなコンセプトデッキは人権ないか。ワンパン圏内入っても全部相手に当てればいいんやで。そこに至るまでが一番難易度高いんだよな。このターン、相手が処理できない可能性を考慮してゼルガネイアを撤退させるか迷ったが、リーダー体力に余裕あるのも踏まえて一回除距離ソース吐かせることにしたぜ。影光殴り忘れてますよ。影光は殴るとスタッツ増えるし殴らない。これ以上盤面強くして相手が除去しきれなくても困るからな。しのぎおじは守護で無視するわけにはいかない。かといってゼルガネイアは単純にサイズが大きい。影光も毎ターン成長する。接戦を演出するためには全部処理してもらいたいわね。不幸にも実況者の餌にされてしまう相手への思いあり。そう、感謝と恩返しですよ。自分がさっさと撮影終わりたいだけだろ。素晴らしい。おまけのラスは守護まで全除去とは。そういえば相手コンネメなのにゼルガネイア直接召喚されなかったね。相手のあのハンド、ゼルガネイアだらけと呼んだ。こっちはゼルガネイアも動かしてないし、ディメンションドミネーターが来るまで、ラグナーウェイク OTK に怯えなくて済むわね。ビズや OTK のルートを何種類仕込んでるかにもよるけど一安心。どんなパターンだろうが絶対9ターン目まで待ってくれるコンネメは良心的。アンリミだとネタデッキだろうが7キルくらいはしてくるのにな。相手は最後の進化剣を使って残り手札3枚。まずいな。こっちは暴走オルオン引けるまでハンド減らさないといけないんだ。こっちの展開が相手の除去範囲を超えると盤面狭くなるどころか、下手すると心を折ってリタイアさせてしまうかもしれない。なんで相手の心配してるんですかね。サーチで持ってきたゲルトはって疾患サーチするぞ。次のターンで暴走オルオンを引ける。俺のサイドエフェクトがそう言ってる。カードゲームでそのサイドエフェクトは強すぎない。トップから欲しいカード引ける王様に比べたらデッキチラ見する程度何の問題もないでしょ。ルールを守って楽しくデュエル。お前が守れていき。さてゲルトは無事役目を果たしたが、このオネストシーフは完全にプレミ。これで相手が除去しきれなかったらどうするつもりだったんですかね。あんたはそのハンドでどうするつもりなんですかね。人形分身させて遊ぶ。アホすぎる。むしろこっちがアホだと思わせることでリタイアケアしてる。割と真面目に。長い実況者生活で身につけたスキルなのだ。いらねえ。容姿サーチで暴走オルオン引っ張ってきたな。ついでにブーストキッカーの処理手段も確保したし、これはフルパワーでいくぜ。分身、分身、場が埋まるまで分身し続けろ。突進を付与する。かっこ攻撃負荷。暴走戦車なら突進くらいしてくれてもええやん。オルオンの効果で突進できたらさすがに強いからね。しょうがないね。オネストシーフは自動進化でブーストキッカーと相打ち。空いた盤面と残り PP 使ってごめんオルオンだ。見よ、圧倒的じゃないか我が軍は。かっこいい登場演出に美しい並び。これは勝ったな。これで終わりだ。何しとんじゃお前ら。これはひどい。何をどうやったらあの盤面全処理になるんじゃこのタコどもが。シャドバは実力ゲー、はっきりわかんだね。運ゲーの極みだろがい。盤面が綺麗になったところで満を持してビズや降臨。終わったね。いくらなんでもこのハンドじゃ処理できない。まだだ、デッキは私に答えてくれている。さっきほぼ全てのオルオンから裏切られてたけどね。なんでや、プレミア化して分身させてやったというのに。唯一相手の顔にバーン飛ばしたオルオンは非プレミアだったんですが、クソが、暴走する味方なんて二度と信用しねえ。綺麗にフレンドリーファイアで全員持ってったもんね。いやまだやれる。オルオンなんてゴミよりエミリアが100倍強い。攻撃力10と殴り合って生き残るエミリアタンマ時点。このままエミリアで殴り切ればビートダウンがどうとか言ってた実況者はどこ行ったんですかね。何増やしてんだ。引き好んで靴増やしたわけじゃねえよ。だがしかし次で私の勝ちだ。これも定めか。悲しい事件だったね。まだだ、まだ終わらんよ。今度こそオルオンと共に勝利してみせる。ボルテオなんて運だけデッキに負けるわけにはいかないんだ。偶然はダメージカットが厄介。しかしこちらにはゼルガネイアがいる。攻撃力高くてよかった。ヘルス銃でもぴったり倒せる。この試合では星明かりで分身を増やせなかったものの、素で3枚引いてあるから盤面的にはぴったりだぜ。3ターン目時点で分身3枚引いた時は再下本社をさらちにしてやろうかと思った。それでも終わり良ければ全てよし。ボルテオ本体はヘルス4。効果処理順の関係でオルオンよりゼルガネイアの4点バーンが先に飛ぶ。ついでにゼルガネイア自身も自主退場する完璧な布陣だ。さあ、今度こそお前の真の力を見せてくれ。当たれー。ヒデブー。